大変なご迷惑をおかけしました。改めまして、ここよりお詫びを申し上げたいと思います。経営レベルに上げてこなかったという問題はある種のですね、規則違反に近い部分がございますので、そういう意味における責任は非常に重かったというふうに判断いたしまして、辞任というですね、重い処分をさせていただいた次第でございます。ただ